池田恵美のリファーラルフォーライズ。時刻は十時三十分もありました。皆さんおはようございます。池田恵美のリファーラルフォーライズのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いよう形にの AI プランニングと。 壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしておりますパーソナリティは年収を月収にする奥越起業家アドバイザービジネスコーチ池田亜佑美ですこの番組はリファーナル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や当機能素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です と方向でおお伝えしてていいきたいと思っております番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは七九七マーク FM ギノワンドトコム七九七マーク FM ギノワンドトコムまでお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャステアリスタジちでも配信してます。FM ギノワンを検索して、ぜひアプリケーションをご覧いただきながら。 えー、お聞きくださいねスイキャスからはコメントもお待ちしておりますはい、えー、今日はですねもう本当と7月終わりということで世間はねもう夏休みになった方もいらっしゃると思うんですがなんせ毎日暑いですよねえー、今ねもうやっぱりオリンピックも始まりましたしね、えー、甲子園に向けて夏の あ、全国高校野球の、えー、大会も始まっております。もうそこら中がこうスポーツでもこう熱狂するようなね、えー、もう時期なので、もう外も本当に暑いし、お家ん中もね。暑いような状況ですが、皆さん睡眠不足になってませんか <laughs> 今日はですね。私は富士山の麓山中湖の別荘からお届けしております。まあ、実はですね。この別荘かマンションなんですけどもね。えー 高いこう小高い丘の上に立っているマンションで今、上層階にいるのでもう目の前が富士山でどーんとね、えー、そのお姿を、あの前景をね見ることができているんですけれども、本当にねこう目の前が富士山、もうこれはね、なんてう、ね、もう感動ですしね、ものすごいエネルギーをもらってるなーっていう感じがしてるんですよね。私はなんかねこう富士山大好きで 小さい頃はね、私の家からあの周りにあんまりこう高い建物がなかったので、2階から小さい頃に、ね、こうベランダから富士山が見えた記憶があるんですよね。埼玉から静岡の距離ってかなりね、あると思うんですけど、こう遠くに富士山が見えたのをあの今でも覚えております。また、ね、私がね、普段乗っている電車で荒川というあの 川を、ね、渡るんですけど日曜日の、ね、朝とか空気が澄んでる時とかだと遠くに、ね、富士山が見えることもあるんですよね。またこう新幹線とか飛行機とか乗っていて富士山が見えるとあなんか今日いいことがある気がするとかねあ今日の出張がうまくいくような気がするとか,なんかこうそうポジティブに、ね、すごい思えるんですよね。 なんか不思議ですよね。まあ、それが本当富士山の魅力ということなのかもしれないんですが、応援してくれてるような、エネルギーをいただけるような、そんな感じがします。まあ、やはりこの富士山というのはあの、もう皆さんご存知の通り、霊峰ですよね。なので、とっても魅力あるし、えー、まあ、 あその存在が大きいということもありますけれども日本で一番高い山ですからだからそこを目指したいという人たちもたくさんいらっしゃいます。ぜ、あ、ひ、のー、ですね富士山人生に一度はあのー、登ることをおすすめしますでこのところはねもうインバウンドにもうすごいこう増えてきて、えー、外国人観光客の方たちが多く日本に あのー、来訪するようになりやっぱその中でも富士山ってすごく人気らしいんですよね。で私の知り合いも6月に、あのー、インドからご家族でいらっしゃった時も何日目かにもう富士山に行きたいんだっていうふうに言ってたんですけどでもそんなあの簡単じゃないよっていうことで登るんだったらちゃんと装備を持たなかったら上登れないから。あのー まあシューズから何から全部揃えて、お掛かりになるよっいうことはお伝えしたんですけどね、まあ、その家族は結局それならばということで、あの上まで登るということはしなかったんですけれども、まあ、最近ね、ニュースなんかでもあの見るようになりましたけれども、その外国人観光客も増えてきて、まあ、無謀な登頂とかね、マナーの悪さから、 規定が設けられるようになってしまったっていうのがねすごく残念だなぁと思っていますまあそれまではねやっぱり日本人はこうちゃんとこうその富士山を大事にするっていう、えー、心もあってですねうーんなんかあんまりこうむちゃくちゃなことをするようなことがなかったんですけども最近は本当ね あの入山規制ができるようになったりですとか、登庁前にこう服装とかを見て、ちょっとこうサポートするような、アドバイスをしたり、えー、するような人たちまでが配置されるようになったっていうのは、これはね、なんかいいことなのかどうなのかなというふうには思いますが、事故は避けるとかね、予防するためには必要な措置なのかもしれないなというふうには思います。 うん、で、えー、実は私も、ね、過去2回、えー、富士山の一番頂上まで登りましたけど、まあ決して簡単ではないんですよね。日体出身の私も相当苦しかったです。まあ、体力にはね、あの今でも自信ありますしあの、富士山登るとなったら、私も事前にちゃんとトレーニングもしたりしていたんですけれども。 もちろんその天候の影響というのもすごく受けるし、山の天気は変わりやすいし、本当に、ね、安易に登らないで、登るんだったら、まずは装備をしっかりして、準備をして、えー、事前にトレーニングもして、体調を整えて、それからあの富士山を登った方がいいですね。本当に一歩間違ったら、ね、高山病ですとか、大怪,怪我の元とで、まあ、本人で、ね、自力で 降りてこれなくなったとしたらば、本当にね、周りの方に迷惑かけて、もう大変なことになっちゃうんですよね。救急車も行けないような場所ですから、誰かが担いで帰ってくるとかね、まあ、そういうことになっちゃうんですよね。で、一番ね、こう私たちの普段生活しているところと、何が違うかっていうと、富士山登,る登ったことのある方はね、ご存知だと思うんですけど、空気が薄いんですよね。 どん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 薄くなっていくのは、やっぱこう上がれば上がるほど感じてきます。で、日常生活の中で酸素吸えないっていうことって、なかなかないと思うんですよね。なんか本当に、ね、あ、酸素がない、薄いっていうのは、上ってると本当にもう体にダイレクトにきます。 もう肺がなんか苦しいのと体が重くなったりとか人によってはもう頭が痛くなったりですとか、ね、吐き気がするだとか、まあ、そういうことが起こってくるんですよね。でその薄い酸素の中、えー、さらに体力を消耗しながら登るっていうのは本当に苦しいんですよ。あの体力はある私は、ね、体力はあるんですけど山登りっていうのは本当に素人だったので。 えー、私は本当にね運のいいことに恵まれていて、知り合いがですね早稲田大学の山岳部出身で、キリマンジャロには2回登頂して、しかも成功してるんですよね。そしてそのトレーニングのために、富士山にはもう20回以上登ってるので、えー、僕、ガイドしますよって言ってくださった方に、ガイドをお願いしました。でそもそもガイドがい,いるかどうかなんていうことすらも私は知らなかったんですよね。 それぐらい素人だったんですけども、この知り合いのおかげで、まあ、私を含め、えーまあ、他にも一緒に全部で4人で登ったんですけど、みんな本当素人だったので、この方のおかげで全員がですね、もう本当大変な思いをしましたけれども、頂上まで行って、さらに一番上の剣ヶ峰っていうところまで、ね、でお鉢巡りっていうのもして、本当にの一番上まで上がったことができました。途、まあ、途中途中本当にね えー、血中酸素濃度っていうのを測るパルオキシメーターっていうのを、ね、こう指でやったりするんですけれども、えー、またこう呼吸法を教えてもらって、まあ、自分でこうリカバーしたりですとかあとはもう途中では酸素ボンベーですねそういうのを吸いながらとかっていうふうにしてたんですけど、まあ、とにかく苦しいんですよでもう一歩が本当に出ないもう重くて体が。 もうストックでこうなんとか腕の力で進むみたいな感じだったりもしましたけどね。でも、その中、一歩でも、1ミリでもね、前に進めば必ず頂上に着きますって、ずっと励ましていただいてたおかげで、私はね、2019年かな、最初に登った子なんですけども、一番上まで登頂することができました。 そして、その頂上から3時間に、ね、上がった県神にこれも一周回ってもうここが本当に一番きつかったんですけど、まあ、そこのね本当の本当の一番上で人生で一番おいしいカップラーメンを食べることができました。<laughs> まあ、これがおいしかったんですよね。もうスープがね、こう体にじゅわっと染みていく、こうなんていうすか塩分とね。 えー、おしょうゆとかがこうじわーっと全部で、ね、体に染みていくのが分かりましたね。まあ、今思えばこのカップラーメンを食べることが本当ね自分のモチベーションになってたような気がします。まあ、カップラーメンなんて言ったらね、まあ、日常でいつでも食べることができるんですけれどもこの頂上で食べるってことに大きなね意味があったんです。まあ、酸素が低い頂上では もうバナー持っててもね、お湯が沸騰しないんですよね、沸点が低いので。で、味覚も違っていますしね。でも、そんな中で食べたカップラーメンの味っていうのは、本当ね、一生忘れないと思います。本当に格別でした。えー、しかも私はね、これ、登った時って、前日ぎっくり腰になったにもかかわらず、諦めずに。 もう私の中では登らないという選択肢はなかったので、もう当然、一番上まで行くってもう信じて私疑わなかったし、私は行けると思ってたので、頂上に行って、本当そこで、ね、行った人にしか分からないこの空気の薄さだとかね、肺の苦しさだったり、辛さとか、そしてそんな中でも見える、こうがんかり広がる、ね、壮大な景色、これは本当に人生の宝物になりました。 これらをかあの叶えることができたのは仲間の支えのおかげです。なので、まず皆さんに、ね、お伝えしたいのは、これね、経験者に学ぶっていうことと、そしてそれに素直に従う、これはね、どんな時でも、いくつになってもすごく重要なことだなっていうふうに思っています。 これはね、本当大事なことなんですけど、ガイドしてくれた仲間がいなかったら、私は途中で下山してたかもしれないし、まあ、経験豊富なね、えー、知識とか、まあ、経験がですね、山頂を、山頂に到達させてくれさったんだというふうに思っています。まあ、ということで、えー、今日はですね、私はこの学ぶということがですね、経験者に学ぶ、もちろんそれはそうなんですけれども、 それが後へ、ね、たとえ大人とも限らないですよね。子どもから学ぶということも多々あると思います。本日は子どもからも学ぼうということについて、ね、お話をしていきます。まあ、先日、私はこの船ヶ山先生、私のメンター、ね、船ヶ山哲先生の息子さん、レム君14歳ですけれども、中学生なんですけれども、カナダからですね今、夏休みで一時帰国しておりまして、えー、その 自分の、ね、得意なことを生かして、それをビジネスにして、大人たちに IT の効果的な活用方法を教えるというような、ね、合宿に参加してきました。で、えー、そのレム君のね、えー、企画なので、レムズパック、という、まあ、今回3期だったらレムズパック3というのをね、今回1泊2日の合宿に参加してきたんですけども、私は、ね、今回初めて参加したんですよ。 であの正直、私、あんまり、ね、IT って強くはないんですよね。なので、いつもあこれどうするの、どうしたらいいんですかとかうちも、いつも、ね、事務局の方に教えてもらったりですとか、仲間に教えてもらったりとかするんですけども、まあ、こうそ,うそれぐらいの、ね、レ,レベルの私でも簡単に使えて、しかも世の中にいろいろ。 出回っている悪いウイルスですとか、危険なこう領域から守る、まあ、そんな安,安全なシステムっていうのを教えてもらいました、えー。パソコンとかスマホで超効率よく使える技なんですよね。しかもこれ普通の人は知らない情報ばっかりだったんですよね。 あの一緒に、ね、参加した人、今回21人いたんですけども、その参加者の中にはウェブ系のお仕事をしている方もいたんですけれども、その方ですら、へぇーとか、すごいってね、もう終始あの連発していました。それぐらいにあの、普通の人では、まあ、ちょっとねあの、IT に強いっていう人でも知らないような情報をおいろいろ教えてもらったんですよね。 特にこう私たちね、昭和世代、私、昭和世代ですけども、は、全くこう、なんうんだろうな、IT っていうのは、後から入ってきたものですよね。今の子たちっていうのは、本当、生まれた時から、もう生まれた時にはパソコンとかスマホっていうのが、もう、あるのが当たり前の中で生まれてきて、その中で生活しているので、身近に触ったり、使ったりすることができる。 えー、簡単ににできちゃうそんな環境に育ってますよねだからこの昭和世代とは全く違う感覚だと思うんですよね。で特に海外で生活しているとその差は歴然だと思います。まあ、私も、ね、ニューヨークに親戚がいて、まあ、ホームステイもしてたりとかしますけどもいとこたちっていうのはすごい IT の知識とか技術がものすごい高いことに私驚いていたんですよね。 同じような年代なんですけれども、彼らの方が圧倒的にそのパソコンの知識とか、あとはもうタイピングが早かったりとかあの、日本人の同年代の人と比べてもあの、アメリカの子たちってすごい技術が高いなっていうのは、もう以前から感じてたことだったんですけれども、まあ、そういう海外でねあのせ、育ってる子たちにとっての IT っていうのは、もう当たり前のことなんで。 あの私なんかがね、わすごいとか知らなかったとかって言ってるといや、なんでそんなに驚かれるのかが分かんないっていうようなね、感じでした。まあ、今回、このレムズパックの講師を務めてくれたレイム君ですね、今回3回目の合宿ということになるんですけれども、第1回の合宿、初回の合宿っていうのは、あったの12歳だったんですよね。 でその時のことを私のメンターの、まあ、船釜、まえー、先生ですね、まあ、レム君のお父さんですけれども、えー、本にもお記述して残していらっしゃいます。夏休みの1週間で308万円稼いだ小学生ビジネスマインドの育て方これ、徳間書店から出てるんですけど、これちょっと一時ね、話題にもなりましたよね、この本。まさかね、その本に出てくるモデルのレム君の 講座を直接私があの受けるなことになるだなんて思ってもいなかったんですけれどもまあでもね学生そ、まあ、中学生ですよ本当中学生といってもっ、ね、立派な先生なんですよね。このレムズパックっていうのはこのまず初回がですね、えー、第1期がなんと308万円稼いで1週間で稼いでこれがね書籍にもなってますけれども。 第2期は427万円、そして今回の第3期は527万5000円を売り上げたというふうに聞いています。毎回毎回、小学生、中学生がこんなに、ね、売り上げを伸ばすって、中学生ですよ、中学生。 まあ初回の、ね、合宿はまだまだ本当、小学生だったっいうことを考えるとすごいなって思いますよね。子どもから大人が学ぶことってたくさんあります。例えばね、お子さんがいらっしゃる方々は、ね、あの毎日毎日成長していく姿で、 えー、なんかね大人の方がが帰って教えられてるなーなんて感じられることってよくあると思うんですよね、まあ、多岐にわたってそういう風に感じるシチュエーションってあると思うんですよねでもこれは本当にね年齢は関係なくってこの子供からでも学ぶということはですね、えー、年齢じゃなくって本当謙虚に素直に取り入れていきたいなーっていう風に思います 経験者から学ぶ、まあ、素直に従うっていうことですよね。えー、例えばですね、私もお、ね、いっ子めっ子いるんですけれども、まああ、赤ちゃんの時なんかね、もううん、ご飯ん食べたりとかね、えー、なんかこう、おむつ替えてとか、眠いよとか、泣くことでそれを教えてくれたりしているんですけれども、だん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 、 こうちょっとちょっと言葉をしゃべるようになったりとかしてコミュニケーションを取れるようになったなと思ったらどこでそんな言葉を覚えてきたのっていうぐらいびっくりするような言葉を発してたりとかいつそんなことできるようになったのとか思うようなことをパッチュパパパ,パってね子どもはあのゲーム感覚でやっちゃうなんてこともたくさんありますよね。 なので、わー、子どものこう吸収力っていうのは本当にすごいんだなっていうのはあのー、大人の私が見ても、おばのひ、ね、いき目かもしれないんですけど、この子たち天才とかっていうふうに思ってました。で、またそれをですね、パパパパ,パってもう何でも手軽にできちゃう環境っていうのが今あるんですよね。なので、えー、私の追い込めいこっていうのも、 どこで習ったんだろうと思うけれど、めちゃめちゃパソコンのタイピングも早いですし、もうちょっとした資料なんか、ちゃ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 ってこう作るようになっちゃう。最初は、あの本当、一番最初はあの、パソコンの使い方教えてとか、電源の入れ方が分かんないとか、えー、変換の仕方が分かんないとか、もうしょっちゅうしょっちゅう私にいろいろね、えー、聞いてきてたりしてたおいっ子めいっ子なんですけども、もういつの間にかですね、 もう私が知らないような,、えー、なんあのファンクションキーとか使ったりとかしてパッパッパ,パッパってこう簡単にデータを整理したりですとかプレゼンテーションを作ったりなんていうこともしています子どもの方がやっぱりですねあのちゃんと学んだりとかそれを素直に取り入れるとかでそのままやってみようっていうことを素直に実践しているからこそ 上手に大人のフォームがね、なんか素直にそれを言うことを聞けないとか、なんかちょっとこうアレンジしようとしてしまったりとかすると思うんですよね。でもその自分流、自己流っていうのが一番成長を実は遅らせてしまうんだということもあります。なので、ぜひですね、皆さんも改めて何か新しいことを学んだり挑戦するときに、まずは経験者に学ぶということ。 これは年齢は関係ないですそれをやってうまくいってる人から素直に学んで素直に従うこれすごく大事じゃないかなというふうに思いますこれからもその道で成功している人を支持することで、えー、することそういうことが多く出てくると思いますけれどもこのマインド経験者に学ぶ素直に従う、えー、こういったマインドを忘れずにいたいものですね えー、私もですね、年々年々頭硬くなっていきますので、えー、素直に従っていきたいと思います。はい、では、は番組からのお知らせです、えー。私のね、リファーラルマーケティング講座、えー、体験セミナーが毎月開催されております。いつもは15日に開催してるんですけども、8月に関しましてはお盆になってしまうということもありまして、1週間ずれております。 えー、いつもね、えー、チェックしていただけている方は、日程の方をご注意くださいませ。8月は22日、えー、午後2時から5時の3時間で、どうやったら紹介って生み出せるんだろうかとか、えー、そして生み出した紹介をどうコントロールすることができるのか、それをこうビジネスの発展につ使っていく、そして、えー、皆さんのね、えー、周りの方か,か,からお力をお借りするというね、えー、それを。 えー、マーケティング手法として学ぶ体験セミナーがあります。お申し込み詳細につきましては、アセンティブジャパンホームページ、イベントのコーナーから、えー、ぜひ検索していただき、お申し込みの方もお待ちしております。講師は私が務めてますので、えー、ぜひですね、私と直接と話したいなという方もね、こちらの講座の方にお越しいただきたいと思います。参加費は3300円となっております。 はい。えー、もうあっという間ですけれども、今日もお聴きいただきましてありがとうございました。今日は一、1週間の始まりです。素敵な一週間と一日をお過ごしください。アメイジングビジネススペクタクラライフ。お相手は池田恵美でした。また来週お会いしましょう。今週も行ってらっしゃい。